ケントゥムゴハの諸語は、西ヨーロッパの青く塗られた部分を、おもとした地域と東の果てのトカラ語の地域に分かれる。その両者の間に、ピンクで塗られた部分を、おもとしたサテムゴハ諸語の地域が広がり、そのうち赤で塗られた地域はさて、ムゴハの発音の源の里と推定される地域。この赤い地域は、青銅器時代の進化した文化、アバシエボ文化、および、 スループな文化に相当する。紀元前500年頃のインドヨーロッパ語族の諸語及び、他のいくつかの言語の分布の境界。青、ケントゥムゴ赤、さて、ムゴオレンジ、カオンを用いる諸語緑、インドヨーロッパ語族のうち TT マイナスから、鈴マイナスの添加をした諸語高褐色、インドヨーロッパ語族のうち TT マイナスから、ショートトンマイナスの添加をした諸語ピンク、 予覚及び脱角の複数形、さらに単数型と総数形のいくつかにおいて、BH- でなく、M- で始まる語尾を用いる、諸語圏ゥム語とさて、無語は、インドヨーロッパ語族に属する言語の音変化による分類である。しかし現在では、この区分は系統を反映しているか疑問視されている。標準的なインドヨーロッパ祖語の再建では、 以下の三系列の絶敗破裂音が想定されている。これら三系列の絶敗破裂音は、ほとんどの娘言語で二系列に合流した。高校外音と南高外音が合流した言語を、ケントム語、南高外音と、両唇南高外音が合流した言語をさて、無語という。さて、無語では、高校外破裂音が、破殺音や摩擦音に変化した。さて、無語では、 インオーソ語に見られた形と形の区別は失われていることが多い。さて、無語とケントム語の違いは、百を表す単語に見ることができる。ケントムとサテムは、百を表す、ラテン語のセントムと、アベスタ語のサトムに由来する。この二つの語は、同形で、最初の音は、インオーソ語ではとして再建される。ラテン語の五島の形の音は、インオーソ語の画形と合流したことを示している。 それに対し、アベスタ語の語塔の S は、ガケートの区別を保ち、後に公害化したことを表している。この語は、祖語の段階でクジムタムという形であったが、さて、無語に属するイランのアベスタ語で、サトム、リトアニア語で、シンタス、ロシア語では、スト、などに変化している。一方、ケントゥ語に属するラテン語では、セントム、ケントム、ギリシャ語では、カトン、英語では、 フントなどとなっている。ギリシャ語、イタリック語派、ケルト語派、ゲルマン語派は、ケントゥム語であり、インドイラン語派、バルトスラブ語派はさて、無語である。これらのケントゥム語はさて、無語よりも西側に分布しているため、ケントゥム語とさて、無語の違いは、方言的なものであったと考えられてきた。ところが、以下の発見によって、ケントゥム語とさて、無語は、系統の違いを表すものではなく、 このような音変化は、それぞれの言語で独立に起きたと考えられるようになった。特に、スラブ語派とバルト語派はどちらもサテム語派に属するものの、同時に、ケントゥム語派の音声的特徴も残しており、またこのスラブ語派とバルト語派は、文法的には、ゲルマン語派との間で明確な共通性があるため、スラブ語派、バルト語派、ゲルマン語派の3つの言語の共通素を想定する。 学説も有力となってきている。インドヨーロッパ語族に属する諸言語話者を特徴づける遺伝子は、ハプログループ R1 ビット及びハプログループ R1、R であるが、R1 ビットはヨーロッパ西部やアナトリア、ウィックルなど、ケントゥム語話者に高頻度で、R1A はバルトスラブ語派やインドイラン語派などさて、無語話者に高頻度である。インオーソ語が話されたヤムナ文化の人骨からは、 ハプログループ R1 ビットが91.5%の高頻度で検出されているが、R1A は検出されていない。そのため、元来の陰謀語族和者は、ケントム語を話す R1 ビット集団であり、ある時点で R1R 集団が新たに陰謀語に言語交代を起こしたものと考えられ、その際に R1R 集団の基礎言語の特徴がさて、 無語の特徴として受け継がれたものと思われる。ありがとうございます。